鴨川で今月撮影されたこちらの写真が SNS 上で話題に。川べりで涼を取る人々と鴨川の流れの手前に映る黒光りする怪しげな巨大生物、その正体はオオサンショウウオです。待ち伏せ型でこう獲物を捕らえますので、反射的にこう目の前にこう来るものにこう何でしょう、噛みついたりですとか、そういうむやみに触れば噛みつく恐れもあるオオサンショウウオが街中に出現です。繁華街にほど近い京都鴨川に架かる三条大橋付近、 SNS で460万回も閲覧され、こちらの写真には黒光りする謎の生物が写っています。鴨川の東側を散歩してて、で黒い影があったんで落とし物かなと思って、割とデーンと長くて80センチ。鴨川に生息するのは世界最大の両生類で、国の天然記念物オオサンショウウオです。まあ、今の時期は何件か毎年見かけたよっていうような情報をいただきます。オオサンショウウオは先週同じく三条大橋付近でも撮影され、先月には三条大橋より4キロほど上流鴨川沿岸の京都府立植物園に迷い込んだ様子も撮影されています。